前回までのコハロン東京、試合キックオフ時間が近づいてくる中、 FC 東京サポーター平松さんの力もお借りしてなんとかスタジアムへ到着。ありがたいことにたくさんの韓国サポーターのお話をお伺いし、相変わらずの老害ぶりも発揮。現地にいるたくさんの東京サポーターと全力で応援、勝ち点1をつかみ取る結果となりました。その後主ながは夕食を食べるべく釜山の街へと戻っていきます。これは2月11日午後10時から翌日午後9時までの出来事である。ということで、なんとか KTX に乗ることができました。僕がちょっと動画を撮って皆さんお待たせしてしまったせいで、本当にギリギリになってしまって走らせる結果になってしまいました。皆さんすいませんでした。しょうがないな。すいません。和気あいあいな雰囲気で、プサンまで帰っていきたいと思います。そもそもね、顔がふさわしくないから。無事プサン駅に着くことができました。これから食事をしにですね、南浦という駅に向かいたいと思います。ちょっと一緒に食事をするあの方々がさすがにタイツやめてくれということなので、食事の時はちゃんと着替えたいと思います。またお店で動画撮ります。プサン近くの南浦というところで今お店を探しております。南浦のこちらのお店にお邪魔したいと思います。なんちゃらかんちゃら2号店行きます。サムギョプサルのお店に来ました。もうたくさんの小鉢が来ました。美味しそうです。ギャラビールで乾杯します。うまっ。サムギョプサルいただいております。これからですね、2軒目に向かった…excuse me? I'm a YouTuber. What's your name? ハンビン。ミヌ。ハンビンさんとミヌさんに、おすすめの韓国の料理美味しいところ、2軒目連れてってもらいます。イエーイ。イエーイ。地元の若者に勧めていただいたお店のチゲ鍋でございます。美味しそうでございます。5時です。もう空港に向かわなくてはいけません。5時半に、リムジンバスがプサン駅から出てるらしいので、それで、空港に向かいたいと思います。この東横イン、そしてプサンとお別れです。ちょっとね、夜には散歩したんですけど、外国人通りっていうのがあって、そこにはですね、ロシア人の方もたくさんいらっしゃいました。特にお遊びとかはなかったですけれども、なんか異国情緒あふれる素晴らしい街でした。早朝の沖前国際空港でございます。空港まで直通のリムジンバスを使いました。600円ぐらいからめちゃくちゃ便利でした。で、今のチェックインも無事済みまして、8時5分の飛行機なんで、これからまた空港で時間があるんで、ちょっとゆっくりしてお土産とか買いながら時間過ごしたいと思います。サロヘヨー。旅の最後に冷麺をいただきたいと思います。滞在中食べることできなかった冷麺を食べたいと思います。いただきます。うん、麺がもっちもち、スープもあっさりした中にしっかりと旨味とコクが詰まっていて、麻酔創用です。姫国際空港のこの冷麺大変美味しいので、皆さん食べてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。いよいよこれから飛行機に乗ってですね、成田空港日本に帰りたいと思います。本当に韓国遠征楽しかったです。たくさんの韓国のサポーターの方とも交流できましたし、 ACL という舞台で FC 東京の戦いを初めて生で見れたこと本当感動しました。このアジアの舞台の楽しさ素晴らしいです。ぜひ皆さんも ACL、 自分が応援するチーム出場した際は応援に行かれてみてはいかがでしょうか。それでは気をつけて帰りたいと思います。さあ、時刻は11時半になりました。無事成田空港に戻ってまいりました。いやー、ちょっとやっぱ朝一の便はね、疲れました。隣になった東京サポーターの方々、さすがにこれはもうちょっと眠くて辛いということで、皆さん爆睡していたようです。だいぶ体がバキバキで疲れてますので、近くの温泉でちょっと体を癒して自宅の方に戻りたいと思います。まだまだ続くのかこれ。成田空港の第2ターミナルまでやってきました。成田空港の近くにある空の湯というところ、かなり素晴らしいと聞いてますので、ちょっと遠征の疲れを癒すためにここに寄ってから帰りたいと思います。到着したのは第1ターミナルなので、そこから一旦シャトルバスで第2ターミナルまで移動をして、でさらにそこからシャトルバスが空の上まで出てるらしいので、向かっていきたいと思います。
成田空港温泉空の湯入ってきました。もうめちゃくちゃ綺麗ですし、もうサウナも入ってしっかりと整ってきました。休憩スペースも素晴らしいですし、ぜひ成田空港を使われる方にはおすすめの施設となっています。成田空港のターミナル1回戻って帰りたいと思います。第1ターミナルへ戻ってまいりました。家に帰る前にですね、つけ麺の名店になります、ラーメンの名店になります富田さんのラーメンを食べて帰りたいと思います。早速行ってみましょう。つけ麺が有名な富田さん、どれも美味しそうだ。早く食べたい素晴らしいメニューが並んでおります。遠征の終わりにビールを飲みながら今か今かと待っているぞ。うひょー、なんと豪華絢爛な一品でしょう。このボリューム、このツヤ感、そしてこのお肉、早く食べてみたいところです。お箸の使い方に気をつけながら一口目をパクリ。濃厚なスープで素晴らしい一品です。続いてはお肉も一緒に絡めてパクリ。これもたまらない味だ。残ったビールをいただいて、さらにはスープ割りまでいただいちゃって、本日もしっかり完食です。富田さんの特製つけ麺大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、ということで富田さん、非常に濃厚な味わい、重厚感のある麺が絡んで素晴らしい一品でございました。まあ、この名店富田さんが空港で味わえるというのは非常に素晴らしいと思います。それではこの後いよいよさすがにそろそろ自宅の方に帰りたいと思います。さあ現在時刻が6時過ぎでございます。もう帰りはちょっと疲れましたので、リムジンバスを使って家の方まで帰っていきたいと思います。バスに乗って渋谷駅に向かっております。現在21時でございます。無事韓国遠征から家の方に帰ってきました。子供おじさん弁で帰ってきました。初めての海外遠征だったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。 FC 東京という同じことを愛する者たちがこうやって海外で集うということを、これ本当に楽しかったですし、海外で愛するチームを応援できたことを、本当にこれも嬉しかったです。 ACL 遠征、皆さんお疲れ様でした。また次回の動画スタジアムでお会いしましょう。さようなら。東京東京、老害な男が戦う動画、ぶち切れる姿が見れる。おいおいおい。